じゃーん。この間、津市の立花さん、お花屋さんの立花さんのワークショップで作ってきたリースです。すごいボリュームなんです、これ。まあちょっと、左上のボリュームと右側のボリュームがちょっと違いますが、初めてにしてはうまくいったのではないでしょうか。そうだ。ブックさん、映像クリエイター向けの、ハウトゥーとかティップスを発信しているサイトなんですけど、このブックさんの、年末のアドベントカレンダー企画で記事を1個寄稿させていただきました。この映像制作を極める最強アイテムっていう方ですね。ウェブサイトがかわいい。こんな感じで、ここにいます。記事へのリンクは概要欄に貼っとくので、ぜひ見てみてください。で、この企画、なんかどうやらウエスタンデジタルさんの提供でお届けしているようなんですが、まあ、つながっていないわけではないというか、別につながりはないんですけど、これ、サンディスクさんのエクストリームプロ SD カードなんですが、これ私いつも α7-3とかで写真撮るときに、まあ、信頼性という意味で仕事でもこの SD カード使ってることがほとんどなんですが、 Amazon のブラックフライデーセールでこの 128GB のタイプがいつもより3、4000円ぐらいだったかな、安くなってたので思わずポチったんですよね。今回の多分ブラックフライデーセール Amazon での唯一の買い物なんですが、そうしたら、すごい重い箱が届いて、何かと思ったらこれですよ。一箱、25枚届いたよ。倉庫が今、セールの影響で混乱してるんだと思うんですけど、これほんと全部、全部 SD カード。なので、まあ、もともと購入した1枚だけを、自分の手元に持っておいて、残りは Amazon に連絡して返品することになってます。これ計算したら全部で50万ぐらいなんですよね。1枚だいたい2万円前後ぐらいするので。怖い怖い。というわけでサンディスクさんの SD カードでした。これ以前、中国の深センに行った時に、この電気街で、もう恐ろしい数の偽物サンディスクが売られてるのを私は目にしているので、絶対に偽物を捕まされないように気をつけて買い物してます。まあ、Amazon だったら、負けプレじゃないやつをちゃんとチェックして買えば、大体大丈夫だと思うんですけど、まあ、あとは、ヨドバシとかで買うのが安全かなと思います。で、コーヒーを飲もうと思ったんですが、こんなものが届いてたので、まずは、開けたいと思います。クラス京都さんっていうコーヒー屋さんのウェブストアでポチったんですけど、なんかちゃんと手書きのメッセージが入ったショップカードが入ってました。よいよいよ、よいしょ、よいしょ、こうか。
のサイズ感だけ大きすぎないかを懸念してたんですけど、まあ大きいけど思ったほどではないかな。おお、なるほど。というわけで、このフェローのスタック EKG 電気ケトルを買いました。コーヒー用の。ちゃんと日本仕様になってて、ちゃんと電源のコードも白いのが偉い。よーい、早速使ってみましょうかね。初めて使うときはクリーニングをした方がいいみたい。紹介はこんな感じで、半分ぐらいお水を入れて一度沸騰させるみたいです。目標温度を摂氏100度に設定。ここが電源ボタンで、で、温度を、水がこぼれちゃった。ここに設定温度が出てて、ここに現在の温度が出てるみたい。これを回すと設定温度が変えられます。一旦とりあえず100度。おお、どんどん上がってる。これまで使ってたバルミューダのケトルより若干沸騰するのが早い気がします。この後は1分ほど沸騰させてケトルをオフにしてお湯を捨てる。お、来ましたね。ちなみにケトルのベースについてるこのボタンをホールドにすると60秒間設定温度を保ってくれる設定になるみたいです。こっちは表示の多分摂氏と歌詞を切り替えるスイッチですね。今ホールドモードになってるのでずっと100度を保ってくれていて、ここからちょっと湯気がヒューヒュー言いながら出てます。そろそろいいかな。よいしょ。ちょっとせっかくならこの部分も白くしてほしかったなとか思ったんですけど、どうでしょうか。ちなみにこれまで使っていたバルミューダと並べてみるとこんな感じ。まあ一回りくらい大きいのかな。水の容量もバルミューダは 0.6 リットルで、うちのスタックの方は 0.9 リットルなので、だいぶフェローのケトルの方が大きいですね、容量が。で、両方とも消費電力は1200ワットみたいなので、お湯の沸く時間的にはそんなに変わらないはずですよね。まあ、ただこっちの方が容量大きいので、お水いっぱい入れた時は時間がかかりそうですね。まあ、バルミューダも気に入ってたんですけど、まあ結構汚れてきたっていうのと、温度設定できるケトルが欲しいなと思ってたので、ちょうどブラックフライデーの時に少し安くなってたので買っちゃいました。まあ、バルミューダの難点はなんかちょっとずっとこうやって持ってるとちょっと疲れてくるので、こう手の支えをしたくなることがよくあるっていうことと、あとはまあ最大の気になるポイントはこのなんといっても黒いコンセントですよね。まあそんなところで、このフェローのケトルの方はコンセントもちゃんと白くて、今のところ
良い感じ。あとバルミューダのケトルよりさらにちょっと色味が真っ白って感じがしますね。まあこのバルミューダは結構もう長年使ってるので少し黄ばんできてるっていうのもあるかもしれないんですけど、もうバルミューダもうこれ見たら2016年製だから5年くらい使ってるってことですね。じゃあ早速コーヒー入れてみます。お湯の温度は90度。よし、ちょっと90度までどのぐらいかかるか測ってみようと思います。1分経過。だいたい2分ぐらいかなって感じですね。はい、全然注ぎやすい。なんだこれ、すごい。やば、全然違う。こんなに違うものだとは思わなかった。というか、ちょっとフィルターリンスするの忘れました。なんか明らかに、この細く一定のスピードで、お湯を注いでいくという行為が非常にやりやすいですね。バルミューダと全然違う。なんかずっと注いでしまいそうだ。いやー、これはめちゃくちゃ良いですね。なんか重量バランスがいいのか、全然なんかこうここを手で支えたくなるような感じが全然しない。素晴らしい。で、一定に注げるので、なんかこの辺にちょっとこうコーヒーがここから飛んだりとかが全くしないですね。結構前まではちょこちょこここにコーヒーが飛んじゃったりしてたんですけど、すごい。すでに買ってよかった感がある。ちょっとマグカップの汚れが激しくなってきている。よし、いただきます。美味しい。というわけで、フェローのケトル。これは買ってよかったですね。というか、もっと早く買っててよかったのではという感じがしております。2021年ももう12月であと1ヶ月となりましたが、こりゃベストバイに間違いなく入ってきそうな感じがします。